紹介から入りたいと思います。皆さん、おはようございます。明石です。時間間違えたぞ。音楽業界じゃいつでもおはようございますなんだぞ。はい、今回で僕たちは、ホットラインは2回目になると思います。そうだよね、2回目だよね。ホットラインは2回目。ホットラインは2回目だね。さっき自己紹介の時も言っちゃったんですけど、まあ、ようやく店員さんの人たちに顔を覚えてもらって、いい意味で、いい意味で領収書とかも顔パスが効くようになってきました。嬉しい限りですね。店員さんに名前と顔を覚えてもらうことが多分、一つのバンドの登竜門だと勝手に思い込んでおりましたので、非常に嬉しい限りです。それでは、ボーカルがギターを持ったので、ギターボーカルの曲に移りたいと思います。ちゃい今日も最近も天気も凄まじくて、もう本当に暑いですよね。暑いね、ショッキーも暑いね。暑苦しいわけじゃないよ。いや、もう暑くて暑くて、平にいる時なんてもう死ぬ思いで平日を過ごしてるわけですが、熱中症にならないようにだけは気をつけて、学校にいつも1リットルのペットボトル持ってます。さすがね。ね、持ってってるもんね。熱中症ですね。
ほどやった曲は、DAWSの、ジャックナイフっていう曲で、なんかのアニメの曲になったとか ならなかっただとかっていうことは聞いてるんですけど、ちょっとよく分かんなかったです。調べてみて。自分たちは、バンド始めた頃から最初から DAWSをやって、なんか DAWSばっかりやってんなみたいなことをバンドメンバーで話したりとかもして、じゃあ今度別のバンドの曲やろうっていうことで、次やる曲はちょっと最近メジャーなところのバンドの曲をやりたいと思います。なんだなんだ。じゃあラッドインプスから君と羊とをやらせていただきます。いきますか。ありがとうございました。